ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しい中華そばをお届けできればと思います。山形県鶴岡市にありますぬくもり中華そば銀河さん。4月下旬に訪れたばかりでございますが、今回も5月下旬に訪れました。すっかりハマってしまいました。以前朝ラーをやってたようでございますが、今はやってないようでございます。営業時間はちょっと早めの AM10 時から午後 PM13 時半までです。駐車場お店の前に、10台くらい止められます。前回いただきました銀河ラーメンがあまりに美味しくて、今年一番のラーメンとなっております。場所は調べていただければわかると思いますけれども、県外から行く場合はほぼもう車だと思います。鶴岡インターなどもありますし、高速でも行きやすいと思います。私は仙台から下道で行きました。メニューはこのようになっております。中華そば、銀河ラーメン、こってりラーメン、ごま味噌担々麺、岩のりラーメン、こってりごま味噌ラーメン、夏に提供されると思うんですけども、冷たい和だしラーメン、あとつけ麺もありますね。冷たいごま味噌担々麺もあります。つけ麺はまだ提供されてなかったです。それで前回は銀河ラーメンをいただきました。魚介スーププラス比内地鶏、厚み豚って言うんですかね。つまり動物系と魚介スープを合わせたスープで、今回は中華そば、こちらは動物系不使用のようでございます。はい、それでは中華そばでございます。味わいも、本当に素晴らしいんですけれども、このビジュアルが最もドストライク、最も好みです。ネギ、そして豚チャーシュー、綺麗な琥珀色の醤油スープ、そして海苔、メンマ、でございます。このスープの位置感、この麺とスープの位置感もすごく好きです。すごくドストライクです。で、丼の形状もこう割と大きめの高台丼のところなので、こういうスープ位置っていうのが形成されるといいますか、作られる、含まれるんだと思います。それで個人的に細かいことを言いますと、申し上げますと、この大きめの高台丼、これに対して、レンゲがやはりコンパクトサイズ、小さめなのがいいんですね。レンゲが大きすぎるのってあんま好きじゃないんですよ。はい、綺麗な油浮きのない、魚介スープです。カタクチイワシ、アゴの焼き干し、北海道産の真昆布などを使ったスープのようでございます。それでいただきますと、まずはこの無化学調味料、化学調味料無添加の雑味のなさ、圧倒的なクリア感。それで使われている水が逆浸透膜水といいまして、不純物を 99.99999999%を取り除いた純水、これで出汁を引いてますので、出汁の表情が現れてくるクリア感も全然違いますね。普通の無化調のお店とも全然違います。スープの、雑味のなさ、クリア感のレベルが違います。もう非常にクリアで、油浮きがないのであっさりなんですけれども、クリアに、魚介の旨味が、広がってまいります。繊細に広がってまいるという感じもあるんですけども、クリア感が違いますね。はい、それでは特に力を入れているという自家製麺は、庄内産雪力と北海道産の数種の小麦をブレンドし、ミネラル豊富な沖縄産の塩ヌチマースと、鶴岡独特のシルクを練り込んだ、これぞこだわりの自家製麺。中華麺に必須な乾水の割合は至極少なめです。綺麗な麺肌、すすり上げますと実に滑らか、しっとりとしており、歯切れが良い、歯切れが良いっていうところもあるんですけれども、しっとりとこう噛み切れる、歯切れの良さも備えつつ、しっとりと噛み切れ、喉越しが抜群でございます。加水は程よい高水感で茹で切っております。茹で切った麺の良さがもう如実に光りまくっております。で、長さがあり、程よく縮れたウェーブがかった
躍動感も感じます。やはりあの庄内シルク独特、乾水低めで庄内シルクをつなぎに使っている独特の香りがありますね。香りが非常にシルキーでございます。透明感にあふれた香りでございます。麺の香りです。まあそれであの麺とスープの関係性もバッチリすぎなんですけれども、やっぱこのレベルの自家製麺になりますと、スープをすすってからその次に麺をすすりますと、スープという軸から麺という軸に変わりますね。麺がやはり主軸になってますね。で、海苔はめちゃめちゃ香りがいい。なぜこう鶴岡の方に行くと、鶴岡地方に行きますと海苔の香りがちょっとレベルが違うんでしょうか。やはり、まあ、やはり、日本海側、海の近くっていうことなんだと思いますけれども、まあもう美味しいのでござる、美味しいのでござりまする。麺とスープが最高に美味しいです。まあもう特にやはりあの麺ですね。麺が特徴的であり、まあキュータさんも同じですけれども、やはりこの庄内シルクを練り込んだという、個性ですね、結構多めに持ち上げて、非常にしっとりしてますよね。まあスルスルではないんですよ。非常にしっとり滑らかなすすり、舌触り抜群の喉越しなんです。こうあのすすってからもう一気にこう体の中に入っていくような、滑らかに入っていくような、まあ、なんか自動システムかのようなごとくです。はい、チャーシュー薄めなんですけれども味付けがこうスープに比べて濃いめ、これが実にいいですね。非常にいいですね。で、柔らかく豚の旨味が非常に、広がってまいります。桜ビトンなんですかね、それか厚み豚厚みトンなんですかね、多分厚み豚厚みトンかと思うんですけれども、非常に美味しいチャーシューでございます。それでやはりあのこの厚みとこのサイズ感がいいですね。なぜならばこのビジュアルを邪魔しておりません。そしてこの麺とスープの連続を邪魔しておりません。やはり、脇を固めるこの一杯を引き立てるチャーシューの立ち位置といいますか、ポジショニングポジションでございます。豚チャーシューいいですね。味付け、柔らかさ、厚み、などを全てにおいて絶妙でございます。この一杯において絶妙でございます。でそれで毎度申し上げておりますけれども、ラーメンの中盤以降、茹で切っている麺なのか、スープが非常にクリアなのか、その辺のところはちょっと不明なんですけれども、麺の小麦粉があまり溶け込んでこない感覚を覚えます。普通は結構もう熱い温度のスープに浸している麺、小麦粉でございますとバン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 溶け込んできてスープがぼやぼやしてくるんですけれども、溶け込んでくる感じがないスープのクリア感でございます。まあ、それが麺が茹で切ってるがゆえなのか、この逆浸透膜水を使ってるがゆえなのか、無加調がゆえなのかはちょっと定かではありませんけれども、中盤以降もスープが実にクリアな旨味を、魚介の旨味を伝えてくれます。で旨味のバランスとしましては、煮干し、さらに昆布、昆布、さらに焼き干しですね、これらのバランスが非常にいいです。で香ばしい感じが最後に追いかけてくる感じです。焼き干しの香ばしさ、焼き干しの香ばしさなんですかね、なんかちょっと香ばしい感じが最後に感じます。で昆布の厚みも感じます。それら全てがこう実にクリアなんですね。で醤油が絶妙にコクを与えている、まあ要するにバランスが素晴らしい魚介醤油、無加調、純粋を使った魚介醤油スープという感じでございますね。見事です。お見事だと思います。美味しいのでござる、本当に美味しいのでござる。
次回はこの麺を冷やしバージョンでいただきたいのでござる。冷やし、和だしの一杯、冷たい和だしの一杯、まだ提供されてないようでございますけれども、店主さんに伺いましたら、やはりお客さんからですね、やはりたくさんこうまだなのかみたいな感じで、食べたいというような感じで、こう言われるようでございます。でもしかしたら、まあ、基本的に梅雨明けとのお話でしたけれども、早めに提供されるのかもしれませんね。はい、それでちょっと変化球、あんまり胡椒って使わないんですけれども、ホワイトペッパー、ブラックペッパーを入れていただいていきたいと思います。多分、入れすぎは注意なパターンかと思います。合いますね。この魚介スープに、入れすぎると多分合わないと思うんですけども、程よく振りかけますと、胡椒のスパイシー感、この辛み、これがですね、この一杯を、中盤以降引き立てますね。スパイシーに引き立てますね。多分これ動物系を使っている、比内地鶏などを使っている銀河ラーメンに入れますと鶏の香りが飛んでしまうので、個人的にはおすすめしませんけれども、魚介スープオンリーの中華そばには、胡椒を後半、本当の後半に合うと思います。はいはい、それではぬくもり中華そば銀河さん、山形県鶴岡市、厳選素材のうまみあふれる繊細な管理で調和の取れた完成度の高い一杯、まさにそんな感じと言いますか、とにかく美味しいのでござりまする。食べてぜひぜひ鶴岡に、訪れた際はぜひぜひ食べていただきたい一杯なのでござりまする。メインメニューの魚介スープオンリーの中華そば、またそれとは別で動物系と魚介系を合わせた銀河ラーメン、どちらも最高に美味しいです。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、中華そばなどをお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。銀河ラーメンとはまた違い、魚介オンリーの中華そば、これまた最高の一杯でございました。ぬくもり中華そば、銀河さんおすすめでございます。で、この日はですね、いろいろと、父の日、母の日もありまして、物色して、帰りました。